Anone anone aese ita dencha note. Umi ikitai. 大丈夫だよ、行こう。ザーシータノマティアワセーバ。どこ、ニースルー。そうだね、長者バル駅に、朝9時でどうかな。それで、決まり。図鑑だよ、電車来るよ。海行くのに。ごめんなさい、今起きました。急いで向かうので、先に海に行っててください。長者バル駅に着きました。急いで海に向かわなきゃ。ところで、どんな綺麗な海が見られるのでしょう。とても楽しみです。これはラッキーです。ちょうど海行きの列車がやってきました。次の停車駅は高戸です。海行きの列車が発車しました。急いで海に行って謝らなきゃいけないですね。海まではあと4駅です。そんなに時間がかからないみたいですね。次の停車駅は須江です。本日も平安九州をご利用くださいまして、ありがとうございます。まもなく、終点の海です。列車とホームに段差があるところがございますので、お足元にご注意ください。降り口は右側です。確かに海に着いたようです。でも潮の香りがしません。どうなっているのでしょうか？せっかく海に来たので、常夏パインというジュースを買いました。海らしいですね。あはははは。ジュース飲んでる暇はありませんでした。彼がいません。砂浜すら見当たりません。どういうことでしょう。なんということでしょう。海駅は海と反対方向だから、海へ行くには海行きの列車に乗るのではなく、海側へ向かう列車に。わけがわからなくなってきました。とりあえず、反対向きの列車に乗って、急いで彼のもとへ向かわなきゃ。それにしても、山の方に向かって、海行きの列車が走るカシー線って、不思議な路線ですね。
かしい線の反対側の終着駅、西戸崎駅に着きました。海がすぐのところにあります。今回も彼は怒って帰ってしまったみたいです。せっかく来たので波に乗って博多まで船旅を楽しみたいと思います。海へ行きたいからと列車の行き先を確認せずに乗るとトラブルになることもあるようです。この動画はこれで終わりとなります。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録や高評価をお待ちしています。皆様のコメントもお待ちしております。ありがとうございました。